トリーチャー・コリンズ症候群は、頬骨の血如等の顎顔面形態の不調和が、特徴的な症状として見られる疾患で、常染色体優性先天性疾患の中でもけうな、例の一つである。別名トリーチャー、コリンズ・フランチェスケッティ症候群や化学顔面、遺骨症とも言う。平均して1万人あたり1人の新生児に見られ、多くのケースでは遺伝子疾患が指摘されている。 この疾患により現れる症状の典型として、舌に垂れ下がった目、化学単焦症、電音難聴、頬骨の不形成、下眼腱側面下垂、耳の気形化または不形成が見られる。この疾患名は、イギリスの外科医であり、眼科医でもあったエドワード・トリーチャー・コリンズの名を取って、名付けられたものであり、1900年。 最初にこの疾患についての詳細を記した彼の偉業を称えてのものである。1949年にはフランチェスケッティとクラインらが独自の研究を通してこの疾患症状を科学眼が,が面骨形成不全症とした。この科学眼面骨形成不全症は臨床的特徴を表す用語として使用されている。 トリーチャー・コリンズ症候群の原因は遺伝子の突然変異である。トリーチャー・コリンズ症候群と関連する遺伝子として現在トゥコフ1という遺伝子が唯一知られている。しかしながらいくつかの例では同症状を持ちながらもトゥコフ1の遺伝子変異は確認されていない。だが90から95%の症例ではトゥコフ1の遺伝子変異が確認されている。 DNA 検査では、テコフ1で見つかった変異の種類が特定されており、変異の種類の大多数は遺伝子血質、または遺伝子挿入のどちらかだが、スプライシングやミスセンス突然変異も確認されている。変異の分析により、テコフ1に関して、病気に関連する100種類以上の変異が明らかになり、多くが系統特異的変異であった。 一つの反復突然変異だけで事例の約17%を占めている。トリーチャーコリンズ症候群は常染色体優勢で遺伝している。ありがとうございます。